ーガールのココナです。チャオガールのホノです。ココホノです。イエーイ。みんな3月26日発売コミックスはもうチェックしてくれたかな。今回登場するのはこちらの5本です。大人気の作品がたっぷり揃っています。今回は私とココナちゃんの2人で詳しい内容をバッチリ紹介していくよ。気になる作品がある子はぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。それではスタート。1冊目は話題のハートフルファンタジー、寺本美月先生の今日からパパは神様ですの6巻です。ヒロインの四つ葉ちゃんはパパでもある神様に父の日にプレゼントを贈ろうとしたけれど、恥ずかしくてなかなか実行に移せないみたい。果たして四つ葉ちゃんは無事にプレゼントを渡せるのか。気になる続きはコミックス6巻で要チェック。大人気の亀パパがついに6巻目に突入。こちらの作品はチャオチャンネルで第1話のボイスコミックも公開中です。ぜひコミックスと合わせて見てみてね。2冊目は女優を目指すヒロインのサクセスストーリー、小倉飛鳥先生の青春ステージです。女優の青ちゃんに憧れるヒロイン春日ちゃんは彼女と同じ素敵な女優さんになるためにオーディションを受けに、そこで春日ちゃんは偶然青ちゃんに出会い、とんでもない秘密を知ってしまう。この後も急展開が目白押し。果たして春日ちゃんは夢を叶えることができるのか。気になる続きはコミックスで要チェックだよ。3冊目は思わず物語に引き込まれちゃう青春ラブストーリー、常盤蘭先生のシャッターオンは恋の音です。ヒロインのエルちゃんはプロのカメラマンをしているシュウ先輩に写真を撮ってもらうため究極のイメチェンをすることに。エルちゃんのチャレンジから目が離せません。ドキドキの青春ストーリーから目が離せない作品がコミックスになって登場です。みんなぜひコミックスをゲットしてチェックしてね。4冊目はチャオ本誌で大人気連載中のガールズアクション、熊木絵里先生の2人はスーパーシークレット1巻です。高校1年生のレオちゃんとみちるちゃんは同じ日同じ時間同じ病院で生まれた特別な幼馴染。そんな彼女たちは手をつなぐと超能力が使える秘密があって、秘密のパワーを使って人助けをする2人から目が離せない大迫力な人気作がついにコミックス化です。ぜひコミックス1巻をゲットして続きをチェックしてね。5冊目は思わず癒されちゃう大人気のニャンダフルコメディ、我が田好美先生の猫を始めました11巻です。今回収録されているお話ではヒロインのちかちゃんがニャオと一緒に猫語翻訳アプリを使ってみることに。アプリを通してニャオの気持ちをちかちゃんに届けることができるのか。続きはコミックス11巻で読んでみてね。こちらの作品はチャオチャンネルでボイスコミックもたくさん公開中です。まだ見ていない子はぜひコミックス11巻と合わせて見てみてください。3月26日発売コミックス、ラインナップはいかがでしたか。とっても豪華な作品が揃っているので、気になる作品があった子はぜひゲットしてね。最後まで見てくれてありがとうございました。チャオガールのココナとホノがお届けしました。それではせーの、バイチャオ。